熊の人365は熊本から八代抜けて人吉に行って熊村で育った私です。それと五木村も懐かしいところです。田舎でございますけど、ものすごく景色のいい山あいで、空気も良いし、いいところでございます。3番に入りまして、3番熊の人にやっと出会えて熊川下りをしますね。熊川下りをして二人寄り添って影一つ、とてもいい石でございますね。ああ、よく言ってくれた。よく言われたよ、その影一つのとこ。わざわざ質問がありますって。なんで二人で船に乗ったのに影二つのはずなのに一つなのってね、抱き合うとろもんってね抱き合ってればほんと影は一つだから、うん、熊の人に出会えて、これから幸せに暮らすようになって、いい歌を作っていただいてありがとうございます。いや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 、本当に嬉しい。やっと君に会えて、影ひとつ、霧の海が家並み包み、朝日に染まる君のふるさと、人情熱い朝霧の街、二人なら幸せに暮らしていける。ありがとうございます。しみじみとしてきたよ。いやさすがやっぱり熊村生まれの本物の熊の人だけある。熊の人はよか歌ばい、堪忍な。本当に嬉しい、本物の熊の人ありがとう。二人なら幸せに暮らしていける。